どうも、みぞんこクラブの溝口です。本日の動画は着弾動画です。はい、これですね、整体でも何でもありません。ただこの字見てください。これ絶対さ、利き腕じゃない方で書いてるでしょね。え、小学生だってもうちょっと大きさとかねえこれもう誰でしょうじゃなくて誰でしょう。はい、この汚い字の犯人はこの人です。ああ、はい、そうです。チーム絆の、リーダー、オケサ TV の桑之助大先生です。大先生って割には字汚いよね。はい、何気にね、俺もね、絆のねメンバーなんですよ。下っ端ですけど。ということで開封してみます。まあ中身は分かってんだけどね。はい、まず何だっていうのかな、はい、手紙入ってました。溝にいえ、今度はいつ会えるかな、今日かな、明日かな、じゃあね、ステッカー入れとくね、桑之助&嫁より。もうちょっとさね、こう動画に上げるの分かってんだからさ、面白いとかさ、感動するような手紙書けよ桑之助ということでステッカーです。はい、まずはこれです。お、これはノンさんのステッカーだね。うん、2枚入ってます。あ、こっちはクワちゃんだ。はい、夫婦仲いいですね。赤眼の鬼嫁、なんだ、ヒョードル画伯。うん、ネーミングがいまいちわからない。はい、2枚。それとそうですね、絆のチビステッカー、はい、入ってました。で、これがでっかいやつね、でっかい版。でっかい版が2枚です。はい、絆のリーダー、おけさ TV 桑之助親分から届けました。はい、絶対左手で書いてるねこれ。はい、ということで着弾は終わりなんだけど、ちょっと待ってね。はい、ね、このね、絆のステッカーを作るのに、いろいろね、デザインとか考えてくださいって。最初ね、こういう長細い、ね、ステッカーじゃなかったの。こんな真四角と丸ね、それをサンプルで俺にね、写メ送ってきたわけ。それを元にして作ったんですよ。俺もフワちゃんのために、絆のために。これですよ、これかっこいいでしょ、これで、ここの文字ね、クワ型とカブトいるでしょ。これもちゃんとね、最初に入ってたから、俺もねこうやって入れたんですよ。ほら入ってるでしょ、ここにも。そしたら、これをね、サンプルをね、2シートだよね。ん？違うな、1シートだったかな。何せ送ったわけ。そしたらね、あ、かっこいいですね。でも、丸はカットしづらいから、ボツです。っていう連絡が来ました。ふざけんなっつーの。ね、確かにね、俺これ作ってね、丸か。これ大変だぞ、これ切るの。でも実際ね、俺なんかね、ちょっと待ってね、はい、これわかるかな、これうんこステッカーなんだけど、これ面取ってあるんですよ。これね、この面を取ったためにね、どんだけ苦労したか、カット。俺の場合ね、全部でね、うんこステッカーはね、よいしょ、
150枚です裁断したわけ、あれだけで。でその他にもこういうやつね、これはちょっと違うけど、これのホワイトタイプも、裁断して、もうね熱が出そうになった。だからこれ作った時にね、丸だったからね大変だなと思ったけど、でも出来はいいでしょこれね。なのでこれねボツになっちゃったんで、このね6枚余ってんの。誰か欲しい人 DM ください、送りますよ。ということで正規のステッカーはこっちです。はい、これ多分ねこれはねもらえないのかな。この辺りはねどっかイベント行けばフワちゃんにいればね会えばもらえるんじゃないかな、なんて言っちゃっていいのかな。ということで本日の動画は以上なんですけど、次の動画はねどうしようかな、多分、はい、ちょっと動くよ。はい、これ今週の火曜日に詰めたボトル、1500が2本に800が6本、これが火曜日に詰めたから水木金と4日でこんだけ回ってます。なので明日あたり使えるんじゃねえかな。で何を入れるかというと、このあたりだね、このあたり、うん、このあたりで、ね、食い上がってるのがアンバランスとかいるから、このあたりを動画で上げていきたいと思います。お願いします。もう一つ、これ、こっちがギラファのメスちゃん、こっちがこの間上げた動画で上げた、ね、なんだっけ、アコタニのオスなんだけど、そんな色変わんないでしょ。こっちはもうね、溶化してからもうかれこれ3週間ぐらいなのにまだこんな感じ。でこっちは1週間ちょっとぐらいかな、元気なんだけど、なんかやっぱりギラファとオークアがってね、だいぶね差があるよね。オークアの方が、ね、早い。これはだからまだねもうちょっとかかるね。でこっちはもう目も黒くなってきて、まだ動き回ってるけどね、色もついてきて同じぐらいの色になってるから、多分こっちの方が先に羽化すると思う、ちっちゃいけど。はい、ということで次は多分ボトル交換、それから、まだ先だね、ね、単品で出てきた場合測定していきたいと思います、本日の動画は以上です。それではまた見てくださいね。バイバーイ。